厚生省の高校1年生コキンウさんは昨年10月にキャンパスで行方不明になりましたが1月28日になって学校の裏山で首を吊った状態で発見されたと地元警察が発表しました東北部の吉林省でも18歳の女子高生テイシュンバイさんが3ヶ月近く行方不明になっています。

さんの父親はネット上で情報提供を呼びかけました報道によると昨年11月4日午後8時過ぎ貞春梅さんは家主に戸籍簿を取りに学校に行くと言い残して家を離れましたそれ以降連絡が途絶え行方不明になりました監視カメラの映像では最後に貞春梅さんの姿が確認できたのは吉林大橋付近でした事情を知る人物によると 帝春杯さんが失踪してから3ヶ月近く経ちますが警察はいまだに立件しようとせず家族はネット上で情報提供を呼びかけるしかないと言いますこの家族は娘が失踪してから現在に至るまでこの件に関する立件書類は何も受け取っていません経済的余裕がないので弁護士も雇っておらず警察と正義感のある全国のネットユーザーから助けを求めるしかありません それ以外にできることは何もありません。立件していないなので、操作もしてもらえません。一方厚生省で昨年10月に行方不明になっていた高校1年生のコキンウさんが3ヶ月以上経った1月28日首を吊った状態で見つかったと報じられましたテイさんの父親は娘もコキンウさんのようになっていないかとても心配していると話していますい 旧正月期間中も娘のことが心配で食事中も泣いていました家族が望んでいるのは生きているなら会いたいし死んでいるなら死体を確認することです真相を究明し家族とネットユーザーに納得のいく理由を教えてほしいと願っていますある市民は中共統治下の中国では多くの若者が失踪していると述べます若者が行方不明になるケースは 特別な事例ではなく、数年前に武漢では多くの大学生が失踪しています。これはみんな知っていることで、知らないことも多いと思いますが、いずれもこの邪悪な体制によるものです。NTD ジャパンがお伝えしました。